第48回衆議院議員総選挙は2017年10月22日に日本で行われた国会議員の総選挙である。2017年9月23日、内閣総理大臣の安倍晋三は自民党の岸田文雄政調会長と都内の指定で愛衆院選公約の取りまとめを急ぐよう指示。臨時国会冒頭の9月28日に 衆議院を解散すると決めた。同年9月25日、安倍は首相官邸にて記者会見を行い、再来年の消費税増税分の財源の使途変更や北朝鮮問題への圧力路線や少子高齢化などへの対応について国民の信を問うとして衆議院解散を表明した。安倍のミクスの成果や森友学園問題、加け学園問題にも言及し、 国難突破解散と名付けた。そして9月28日に閣議で衆議院解散を決定し、同日召集の第194回国会の本会議において衆議院議長の大島忠盛が解散証書を朗読、衆議院が解散された。9月26日長官の全国紙の社説では解散について批評された。読売新聞は目指す政策の実現のため、 適切な時期に総選挙を実施するのは最小として当然と理解を示したが、森友、加計学園問題について丁寧に説明責任を果たすことが重要だと記るし、首相の政治姿勢や政策すべてが審判の対象と結んだ。朝日新聞は、野党の臨時国会要求に3ヶ月間応じなかった上での冒頭解散で国会議論の機会を奪った内閣改造後、 本会議での演説に臨んでいない状況での解散は、戦後書として、コリコ役による解散と批判。安倍政治の継続が争点だとした。衆議院解散前後に、野党第一党の民進党が事実上分裂し、希望の党、立憲民主党が結成された。自民、公明の連立与党、希望、維新の保守系野党、共産、立憲民主、 社民のサファリベラリア党による三つどもえの構図での選挙戦となった。解散前に衆議院小選挙区で当時の現職議員の死去により欠員となっていた愛媛3区、青森4区、新潟5区で補欠選挙が2017年10月22日に予定されていたが総選挙の実施により取り留めとなった。このうち青森4区は本総選挙において 小選挙区の区割り変更に伴い廃止された。次の総選挙が2019年5月1日の令和改元までに行われなかったため、平成時代における最後の総選挙になった。以下の選挙は、投開票が予定されていたが、無投票となった。小選挙区289と比例代表176の合計465議席をめぐり、1180名が立候補。 野党第一党である希望の党の立候補者数が過半数をわずかに上回っている。与党自由民主党と公明党は勝敗ラインとして2党で議席の過半数である233議席を挙げた。2017年1月に与党化を宣言し、自公連立政権に格外協力の関係にある日本の心は中山京子代表が選挙直前に離党して希望の党へ加入。 中野正氏が代表代行に就任し、後に正式に代表となった。野党民進党を中心に、日本共産党、自由党、社会民主党の非自民系野党で反自民の共闘を行い、保守系の日本維新の会が与党に協力的な立場を取っていた。2016年夏の第24回参議院議員、通常選挙では、 野党4党が候補者調整を行って一陸では、与党系に11勝21敗と前線した。当初は4党による共闘の予定であったが、民進党議員の中には、連携に否定的な議員も多く、7月2日執行の都議選では、知事与党の都民ファーストの会へ合流するための離党者が相次ぎ、過去最低の5期席に終わる大敗を期して、連邦代表が辞任。 9月1日の代表選では保守系の前原、政治が当選する。しかし以降も議員の離党が相次いだ。解散直前の9月25日、小池由里子東京都知事が自身に近い議員を中心に希望の党を決闘すると、前原は28日の常任幹事会の了承を得て、希望の党との合流の交渉を始める。しかし小池は、 民進党のリベラル系議員などの排除を行うことを宣言し、一部の議員は無所属での出馬を表明したほか、先の代表選で前原に敗れた枝野幸男がリベラル系の受け皿として10月2日に決闘した立憲民主党の所属となった。民進党は今期総選挙において公認候補者を一切出さなかったため、希望の党と立憲民主党に分裂し、 事実上の回答と報じられた。以上の経緯を経て、非自民勢力は2局に修練された。諸派その他公式ウェブサイト公約キャッチコピー参照、短期決戦、短い言葉で各党がキャッチフレーズ。読売新聞、httpww. 読売 COJP、イレクション、主議員、2017、ニュース1。 2017万1 7イト 1T5064HTML2017 年10月7日閲覧。選挙前にメディアなどで発表された各党の情勢、及び獲得議席数の予測は以下の通りである。与党選挙結果地図 LDP、自由民主党、KEM、公明党 CDP、立憲民主党、KNT、希望の党、JCP、 日本共産党、ニック、日本維新の会、SDP、社会民主党、インド、無所属獲得議席率自由民主党、立憲民主党希望の党公明党日本共産党、日本維新の会社会民主党無所属小選挙区で218議席、比例代表で66議席の選挙前と同じ284議席を獲得。また北関東ブロック、東京ブロック、 南関東ブロック、近畿ブロック、中国ブロックでは、小選挙区の候補者が、比例復活も含めて、全員当選した。翌日の会見で、安倍総裁は公明党の山口代表と、連立合意に署名したと述べた。選挙前は35議席を目指していたが、第45回衆議院議員総選挙位以来9年ぶりに、小選挙区で、上田様が落選し小選挙区8議席。 比例代表も特に北関東ブロック、南関東ブロックを中心に得票を減らし、21議席の計29議席に終わった。与党の格外協力東北ブロックと東京ブロックの比例代表に1名ずつ立候補したが、共に落選。これにより、日本の心は所属議員が参議院1名のみとなり、 なおかつ全国を通じた、得票率が2%に届かず、公職選挙法、政治資金規制法、政党助成法のいずれも、要件を満たさず、政党要件を創出した。選挙直後こそ、日本の心は存続したものの、翌2018年に、党は、回答、党首中野は、自民党へ復党した。野党選挙前は57議席を目指していたが、 本拠地である東京の24の小選挙区のうち21区の長島昭久以外全員落選し、小池代表の衆議院議員時代の地盤であった東京10区で若狭勝が落選するなど苦戦が続き、小選挙区で18議席、比例代表で32議席の50議席に終わった。小池代表は開票直後、自らの訪問先であるフランスパリで非常に厳しい結果だと述べ、 細野武士元環境省も今後の党運営について25日に両院議員懇談会を開き党人事について判断すると話していた迎えた同月25日の両院議員懇談会で小池代表は多くの優位な人材を失ったことは残念至極だ責任を負わなければならないと表明出席者の意見を聞いた上で自身の身体を判断することとなったが会合後に 創業者としての責任がある。続けていきたいと代表続投を明言した。小選挙区では、本拠地の大阪で3議席のみしか取れなかったと、地元であるはずの近畿地区で苦戦したことが響き、選挙前の14議席に対し比例代表8議席を、含め11議席に終わった。松井代表は、地元の大阪においても競り負けたということが、 今の我々の力不足を表していると敗戦を認めた。選挙前の15議席に対し小選挙区18議席、比例代表37議席で、計55議席と飛躍して、野党第一党を獲得。枝野代表は、国民の声をしっかりと受け止める仕組みづくりを、勝ち上がった仲間と一緒に早急に進めていきたいと述べた。一方で、1996年の、 小選挙区比例代表並立制の導入以来、比較第2党が獲得した議席数としては2012年総選挙で民主党が獲得した57議席を下回り、史上最小の議席数となる。21議席を目標としていたが、小選挙区1議席、比例代表11議席の12議席と議席を減らし、C 委員長は会見で、比例は、 共産という激励をたくさんいただいた。結果に結びつけることができなかったのは、私たちの力不足だ。剣道従来を期したいと話し、立憲民主党については、立憲民主党が大きく躍進し、共闘勢力全体として、議席を伸ばすことできたことは大きな喜びと述べていた。小選挙区と比例代表で、それぞれ現職が再選し、現有議席を維持した。しかし、 全国の比例ブロックに候補を擁立したものの、すべてのブロックで、得票数、得票率が下落し、政党要件の基準である2%を下回る結果となった。なお、直近の参議院選挙の結果で2022年まで、政党要件は維持している。この結果について、吉田党首は大変厳しい結果になった。国民の選択に値する政党として、再建。 再生していきたいと話し、野党共闘については、立憲民主党を軸に、共産党とも協力していくことを改めて表明した。立憲民主党、希望の党、無所属に分裂し、衆議院民進党としては、一切候補を出さなかったため獲得議席はない。しかし、それにより、立憲民主党、希望の党の比例代表での当選議員は、立憲民主党、 希望の党が存続したまま民進党に移籍しても議員辞職する必要はなくなった。希望、立憲のいずれにも加わらなかった民進党籍を持つ無所属候補者は全職20名、現職、新人10名でうち全職ら18名が当選した。前原は25日の公演で27日に行われる党の両院議員総会などで党内の 意見を聞いた上で代表を辞任する時期を判断する考えを示し、迎えた27日の両院議員総会で、前原代表は11月1日の特別国会、召集を前に辞任する考えを表明しつつ、当事体の存続が正式に決まり、同30日に再び行われた両院議員総会で、前原の代表辞任を全会一致で了承。同31日、新代表として、 大塚公平が選出された。また、同党系衆議院、議員13人が26日、新会派、無所属の会の結成を衆院事務局に届け出た。岡田克也が代表を務める。民進党と同様に、希望の党、立憲民主党、無所属に分裂し、衆議院の自由党としては一切候補を出さなかったため獲得議席はない。 現職2名は自由党に党籍を残したまま無所属で立候補して当選。自由党は政党要件を満たす見通しとなった。諸派比例北海道ブロックに鈴木宗を代表含めて2名立候補したが、共に落選。ちなみに選挙前に大地を離党し、自民党から比例北海道ブロックに出馬した宗をの子娘、高子は当選。父子で名案が分かれる結果となった。 小選挙区と比例代表に当主の釈良氏を含め74名立候補したが全員落選。比例東京ブロックに代表の佐野秀光を含め4名立候補したが全員落選。東京一区に代表の又吉光雄が立候補したが落選。東京一区に代表の犬丸光香が立候補したが落選。東京パックに 院の斉藤がが立候補したが落選東京12区に代表の中村勝が立候補したが、落選。東京21区に代表の天木直人が立候補したが、落選。神奈川パックに代表の大西久志樹が立候補したが、落選。神奈川11区に代表委員の阿久津孝之が立候補したが、落選。長野一区に 代表の駒村幸成が立候補したが、落選。大阪一区に代表の小泉周平が立候補したが、落選。無所属26名が当選。うち3名は自由民主党が、1名は立憲民主党が追加公認した。また、上記の通り無所属当選者のうち18名が民進党席、2名が自由党席を保有しており、純粋な無党席の当選者は、 中村喜四郎と9月8日付で民進党を離党していた山尾しおりのみ。自由民主党公明党希望の党立憲民主党、日本共産党日本維新の会社会民主党無所属、無所属無所属補欠選挙自由民主党、立憲民主党希望の党公明党日本共産党、日本維新の会社会民主党繰り上げ当選。 参議院議員経験者落選者は前職のみ、表記20時の投票終了と同時に発表された NHK 及び民放5大ネットワークをはじめとする各種メディアの出口調査では自民党の勝利、希望の党の失速、立憲民主党の躍進などが伝えられる。テレビラジオ配信日は投票日当日を基準とする。今回の総選挙は今まで野党第一党であった。 民進党が分裂し、希望の党、立憲民主党の新党や無所属などに分裂。それに伴い、今まで民進党、共産党、社民党、自由党の革新系野党4東京党の形が崩れ、野党勢力が保守系の希望、維新と革新系の立民、共産、社民の二手に分裂したが、結果は自民、公明の連立与党に敗北。 この結果を受け、メディア各社では仮に、今回の総選挙において、維新を除いた野党勢力の一本化が成功していた場合、選挙結果にどのような影響があったのかを試算。このため、野党勢力の分散が、今回の自民党、公明党の与党圧勝の原因の一つとなったと、されている。ただし、与党が獲得した議席数は、定数削減分を上回って、 微減ながらも減らしている。衆院選関連の地上波テレビの放送時間が2012、2014年の過去2回の衆院選を大きく上回った。選挙期間中の6局の放送時間は84時間43分で14年の38時間21分から急増。12年の61時間45分も大きく上回った。衆院は民放公局の情報。 ワイドショー系番組の放送時間が前回比で約10倍に増えたため、上智大学教授の戸吉博はドラマチックな展開が続き、ニュース番組より情報、ワイドショー系の番組で小池劇場などを取り上げやすかった面がある。多様な争点の一層の深掘りに取り組むべきだったとしている。民進党の分裂や新党結成に伴い似た名前の党が増えたため、 特に透明を記入する比例代表での疑問票を無効にするかどうかの扱いに苦慮する事態が起きている。総務省は各都道府県の選挙管理委員会に対し名称が有効か無効かを判断するための有効投票例を通知しているが最終的な扱いについて総務省は市町村ごとの開票責任者の判断になるとしている。投票日にあたる10月22日には 台風第21号が日本列島を直撃。離島を中心に繰り上げ投票が行われたほか、一部の自治体での開票作業が延期され、全議席の確定が翌23日の夜までにずれ込む事態となった。また、台風の影響も一員となり期日前投票の人数が大きく増加。最終的に2137万8400人が、 期日前投票を行い、前回の1315万2985人、16年参院選の1598万7581人を大きく上回り、最多の投票数となっている。選挙前日の21日、期日前投票所の片付けに向かう、途中の兵庫県、川西市選挙管理委員会の男性職員が紅葉のワゴン車で、 正面衝突による死傷事故を起こして現行犯逮捕され、同月26日に川西市役所が家宅捜索された。職員は事故までの1ヶ月間に200時間以上の残業をしていたことが判明。当時の上司についても男性職員が過労状態と知りながら運転を命じたとして道路交通法違反容疑で書類送検された。議員関連。 ありがとうございます。